本日はブレイキングダウン人気ファイターであるジョリー選手が7月30日に行われたスーパーライジン2朝倉未来 VS ブガールケラモフにて朝倉未来選手の敗北に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ジョリー選手は7月25日に行われたスティーブン・フルトン VS 井上尚弥の試合後、ツイッターにて、井上尚弥には喧嘩でなら勝てる、いずれ井上尚弥とは戦うことになるなどと発言しており、大炎上する騒ぎを起こしておりました。そんな中、この発言から5日後、7月30日に行われたスーパーライジン2ではメインイベントにて登場したブガール、ケラモフ選手、第4試合に登場したトフィック・ムサエフ選手の出身国であるアゼルバイジャンにてライジンランドマーク大会を行う旨の発表がされておりました。そんな中、ジョリー選手はスーパーライジン2の前日、7月29日にツイッターにて、ミクルさんがチャンピオンじゃない未来なんか見えへん、全員で朝倉ミクルにベットしよう、入金するだけで PPV が無料でもらえるキャンペーンもやってるみたいやでなどとツイートし、朝倉ミクル選手がチャンピオンじゃない未来は見えないと朝倉ミクル選手の勝利を確信するツイートを行っておりました。しかし、そんな期待が多く集まる中行われた朝倉未来 VS ブガールケラモフでは、前々の予想が大きく覆る朝倉未来1ラウンド1本負けという結果となり、この試合翌日、ジョリー選手はツイッターにて、アゼルバイジャン VS ブレイキングダウンで対抗戦したい、未来さんがやられてムカつく、向こうのヤンキー蹴散らしたい、お願いします、してくれないと引退しますとツイートし、朝倉未来選手の敵討ちとしてアゼルバイジャン VS ブレイキングダウンの対抗戦を行い、してくれないなら引退すると衝撃の発言を行っております。このジョリー選手の発言に対して、ファンの中では、未来はそんなことしても喜ばないよ、敵討ちなんて望んでいない、自分の力で勝たなければ、あのケラモフ戦でミクル自身が感じた感情を乗り越えることはできないからね、ミクルさんの命を懸けた戦いを自分の承認欲求のために使わないでください、やられてムカつく、そんな軽いことではないですよ、ミクルさんをリスペクトする気持ちが少しでもあるなら本当にやめてください、また人のふんどしで相撲を取って、ジョリ君はやればできる子かもしれないんだから、自分が主役になれるように頑張らなきゃダメだぞ、まずはプロを目指そうね、などジョリー選手に対して批判的な声が多く寄せられ、物議を醸しております。注目の集まるジョリー選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。